皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやってまいりましょう。通算782回目ね。スカウトが出てるのは前回愛の町さんに、身を引いていただいたおかげという形で、まあね、ちょっとやっぱり大関枠開けとくべきでしょうね。こうなってくるとね、ということで、それを目指しての場所前稽古となります。11月場所ね、今年度最終ですね。四条さん、これなんだ、集中力かい、落ちたのね。で、綾小路さんもね、ワンチャンあるんやけどね、ここのとこちょっと調子が悪いね。五条さんは運び足、これ小遣い与えた後どうするかやね。高杉さんは鉄砲で、ぶっこうじさんはこれは判断力がやっぱり足りんのがここへ来て響いてんのかなっていうところですね。で、謎の車屋さん、勝つときは勝つ、負けるときは負けるね、竹を割ったような性格ですよね。はい、六条さん申し合いですね。で、万寿司さんも申し合いが続く。はい、で、松原さんは上半身という具合ですね。はい、では2日目いきましょう。今場所中に小遣いあるな、五条さんは。さあ、高杉さん頼むよ。ああ、来なかったね。まあ、ここはよしと。で、六条さんは申し合い。これで、あ、柔軟性が80乗りましたね。あ、今場所中にね、仕上がるのかな思ってたんですけどね。いかん、ああ、万寿司さん上がったわ。いかんかったね。あ、松原さんは、うん、なんかちょっとウェイトがあったからね、期待したんですけどね。3日目いきましょう。よし、これで、うん、判断力だね。で、あとどんだけ上半身上げれるか。まあ、90いくまでやけどね。判断力大切よね。さあ、六条さんは申し合い。ああ、もうすぐまたお小遣いタイムが近づいてますね。おお、2日連チャンやん。松原さんがな、最近ちょっとねタイミング悪いせいか。4日目いきましょう。考えちゃった、運び足やね。うん、うん、来ない。ちょっと一瞬考えた。うん、あと2回ね。ほいほいほい、よいしょ。3日連続だよな。前回もなんかね、2日目3日目で連チャン来ましたよね。ああ、松原さんがダメやな。はい、5日目です。講演会やからね、さらっと抜けちゃいましょう。あ、五条さんは上がるからね。
間違えないようにしとかないとね、また柔軟性振っちゃうから。一応振っときます。これで明日小遣いか。ねえ、せっかく59と69になってるけどね。さあ、松原さん、こういう時に弾くだけやめてくれよ。ああ、大丈夫やった。でもタイミング合わないわね。はい、6日目いきまーす。53も60いきそうなね、勢いですね。あー、高辻さんがちょっと切り替えてからあれやね。今のところ3人は120か。あ、小遣いだ。はい、ごっつぁんです。よいしょ。あー、3ポイント目が来ない。おし、松原さんが上がったね。これで121。7日目いきましょう。1人2ポイントで全然十分やからね。さあ、もう持続力が60目の前。お、2ポイント目きました。これで221。やっぱり連打の方が最近調子いいわな。さあ、これで次ね、桁がまた変わりますね。万事さんが3ポイント目来ない。松原さんも8日目。そうか、松原さん申し合いでいいのかな。もうちょいね。危ね、間違えるとこやった今。お、持続力60乗りましたね。これで、判断力60、瞬発力70。まんじゅうさんが引かなくなった。あー、まあいいか、上半身で。って言ってた。上がったね。これではね、また上がりにくいゾーン入っちゃうんで、こっからはもう判断力勝負ですね。で、90まで上げたら、35で残りを5ポイントを、まあ上半身多分ね、私の性格やと振っちゃうでしょうね。はい、9日目。これででもね、素晴らしいですね。今回は222なんでね、あとはもう3ポイント目をもぎ取ってくれるかどうか。まあ松原さん厳しいけどね。今日は講演会やからね、さらっと行きたいね。一応合わせるけどね。試合やってることになるもんね今。
十日目参ります。あー危ねえ、もしあやつとかやった。これでもどうしようかな、小遣いあげた後。でも上がりきもうちょっとね、引っ張っときたいよね。高杉さん来ない。高杉さんまだね、90まで上げても伸びしろあるんですよね。まあ伸びしろというか上がりやすさがねまだ残ってるんですよね。3ポイント目が来ない。やる気ないと思ってないね、まだ。11日目、これで、小城さん一回お小遣い、ちょっと小遣い挟んでから考えましょう。マンジさん3つ目がいつもこんな。222になった時点でぴったり止まっちゃった。はい、12日目。まあこれはこれでね、各人ともね十分な十分なんですけどね。まあ実際はね、3ポイントっていうねイメージはあるんですけどね。さ、小遣いやって、どうしよう。はい、ごっつさんです。五条さんどうやったかな、コメントな。あーでも鉄砲振り始めてもね遅くはないんだけどね。あー3ポイント目は来ないな。うんね、来ないね。13日目、あと講演会か。うん、どうする。柔軟性がね切りそうなんですよね、これ見てると。持続力やからな、まあ大切は大切なんだけどね。どうだろうな。でもね、8の10やから4、あ、8の4で12、下半身とね持続力70に揃えたとして、そしたらやっぱり3ポイントから遅いんですよね。鉄砲いっとこうか、もう、うん、全部売りしたろ鉄砲に。講演会すら出ない。ぴったり止まったね、3人とも2ポイント上がったの本当に。六条さんは申し合い、あ、また小遣いタイムが。でも、あ、でも、うん、今回小遣いないな、タイミング的に。
誰か変えた方がいいかな。14日目3ポイント目引いたわ、やっぱり。うん、となると、あーでもそうやね、うん、そうですよね。90までやっぱり生かしてからになるね。だから結局、うん、なんとか八重の海さんに退治できてたからね。さあこれで、83になってコース変えていきたいけど、明日は、技研究が待ってます。うん、万寿寺さん引っ張らん、松原さんダメ元でも引っ張らんはい、では場所前稽古ラスト15日目。あ、ここでスカウトが切れるそうですか。あ、ちなみにね、どうでもいい情報なんですけどね、あのコントローラーやっと調子戻りましたはい、技研究はい、あれ早くや、まだポテンシャルあるってか。ああ、そう、4ポイント目ならず。まあでも3ポイントやから全然おんの字。おんの字どころか。うん。よく上がってくれた。って感じですね。はい。六条さんも技研究。はい。あれ、こっちも早くだ。ここで、引かんのはちょっと辛いね。あー、マネさん2ポイントで終了。あー、松原さんも2ポイント。3の2の2ってとこか。ということは、増えとらんということでしょうね。うん、あ、おっつけが増えた。あ、これちゃうね。これ高辻さん。五条さん、五条さん。うん。ま、こんな感じですよね。はい。万十字さん、あ、万十字さんじゃないわ。六条さん。より倒しがないんだよね。うん。うん、やっぱ増えてはいないと。はい、ということで、今年度最後はね、九州場所の場所前稽古というところでございました。あとはね、本当にちょっと四条さんから見ましょう。この番付ね、一枠開けたのが、ね、うまく作用してくれて、まあ、高辻さんの方がね、有利ですから、まあ、高辻さんを、引き上げて、なんとか四条さんね、ご引退される前に、高辻さんと松原さんが居座ってくれて、まああとは万十字さんがね、横綱はちょっと厳しいかもしれんけどね、まあぶっこいさんも可能性はあるからね、綾小路さんとね、ぶっこいさんも。万十字さんはちょっとパラ的にまだまだちょっと未知数なんでね、なんとも言えないですけど、間違いがあれば上がるかもしれんというね、そんな状態ですからね、まあ、とりあえず九州場所ね、一緒にね見届けていただいてから、またちょっと、まあ次の場所にまたねスカウトありますからね、ちょっと人材ね引っ張っていきたいところですね。できればね、
三代目神様なんてね、いいかもしれませんけどね。というところで本場所お楽しみにしておいてください。それではさよなら。